とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はちょっと歩きながら話をするね。アップデートが近日、公開という風になってます。そのアップデート、実際いつなのか、まあこれ予想しようじゃないですか。まあ俺の予想はあんまり当たったことはない、あんまり当たったことはないけども、まあ近いところをついたこともあったね。で、今回のアップデート、おそらく1月の21日、1月21だと予想します。だいたいアップデートって金曜か木曜なのよ。金か木なので、21日の木曜日じゃないかな。実際、今週の金曜日か、今週の金曜日で、Y 学園の今の状態の Y 学園は、終わりなのよ。で、22日の Y 学園から高等部が始まるんだよね。ということで、高等部が始まる前にはアップデートが来るんではないだろうか。おそらくね、21か、もしくは22、まあ大体アップデート0時にあると思うんだけども、22、そうね、21から22日に日にちが切り替わった時にアップデート、そしてその日の夕方に、Y 学園の新章スタートという風になるんじゃないかな。まあそういう風に予想をしておきましょう。で、今回のアップデートの目玉が、なりきりなのよ。こんにちは。なりきりプレイ。さあ、それがどういうことなのかっていうのが全くわからない。キャラになりきってプレイをするっていうことなんだけど、まあ実際にね、普通にキャラクターを動かしてて、まあなりきってやってるつもりなんだけども、これ以上に何かこうなりきってゲームをすることになるんでしょうか。全くわからない。なりきりっていうのがもう本当にわからない。まあただ、新しいボスと新しいヒーローは出てくるよね、間違いない。とりあえずアニメで分かってる2人、リトルコマンダーエースと、そして、アースウォーカーノアのなんか宇宙服着てるみたいなやつ、あれは出るんじゃないかな。うん。で、あとなんだ、キュービ先輩とメラの合体技、合体技はないか、分かんない。千秋とノズチカの合体とかなんかありそうな気もするけど、まあとりあえず新ヒーローはその2人は確定じゃないかな。まあその他にもまたね、装備品がいろいろ出てきたりとか、ありそうだけども、わかりませんね。やってみないとわからない。まあただレベルは今回で、上限1000になるでしょう。レベル上限1000か。まあ、これもね、上げていかなきゃいけませんね。はい。まあ、とりあえず、早く来てくれる分には構わないので、まあ、早くね、アップデート来てもらって、楽しんでいきたいです。はい。ではね、今週の金曜日にアップデート、あ、違う、来週かな。来週の金曜日ぐらいにアップデートという風に、予想して今日は終わります。で、今週ももちろん金曜日ね、夜の7時から生放送をやりますので、見に来てください。はい。そういえばこことかも全く使ってないな。その体育館みたいなところ、スタジアムか、そしてレース場か、あそこも全く使ってないから、だから使うやつが出てくるんじゃないかな、わかんない。はい。まあ、とにかく早く来てください。お願いします。
ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。